ポチッとな。この内容に関しましては、心と体を強く保っていくヨガになります。座っているアーサナは少なめで、ほとんどが立位のアーサナになります。レベルなんですけれども、チャレンジするアーサナも中にはあると思うんですが、そのチャレンジをする自分のことも楽しみながら行ってみてください。スピードなんですが、少し速く進む方が体も温まると思いますので、体を大きく使うように、スピードも少しいつも皆さんがやられているヨガよりも速く進んでいきたいなと思っています。なので、途中でもし難しい場合には途中で休んでいただいて、入りやすいところから入れるようになさってください。そしてシャバーサナに入る前にはできるだけ体を温めて横になっていただきたいので、防寒を必ずするようにしていてください。じゃあそれでは始めていきましょう。お水を一口取ります。履いてる方は靴下脱いでくださいね。滑ると危ないので。で、今両手を横に広げていただいて、隣の方とぶつかってしまうようであれば、体を上下にずらしてぶつからないように行っていきましょう。上手にスペースを取っていきます。どちらでも構いません。おへそのラインに合わせて膝の力を左右にストーンと抜いていきます。お尻のお肉を左右にかき出して、体の軸をこの大地に根付かせるようにしっと座っていきましょう。両手のひらは空に向けて、もし空に向けて両手がふわふわする方は手のひらを膝の上に乗せて安定する位置を見つけていきます。大丈夫な方は両手を上に向けて肘の力を抜きます。肩を前から後ろに大きく回しましょう。ストーンと息を吐いて首長く、上半身前のみになっている方は少し後ろに引いて、顎を大地と同じライン、まぶたを軽く閉じますが、閉じてて怖いと思う方は鼻の先を見つめ、自分の今の呼吸に意識を向けていきましょう。
今ここにいる皆さんと一緒に呼吸をしながら、新しい自分に向かってイメージをしながら呼吸を行っていきましょう。それでは体内にある息をすべてお鼻から吐き出します。吸いながら腰深くから息を吸い上げて背骨高く持ち上げましょう。優しく息を吐いて、柔らかく息を吸って、背骨一つ一つ空へ持ち上げるように、吸った分だけ細く長く吐いていきましょう。最後に吸って、自分の呼吸へ戻していきます。鼻から吸って、口から吐いて、鼻から吸って、口から吐いて、両手を膝の上から離し、胸の真ん中へ、親指の側面を心の位置、胸の中央に合わせましょう。息を吸って、胸を大きく膨らませます。吐いて、心を感じましょう。もう一度吸って、深く吐いて、手のひらを上下にこすり合わせていきます。指先を温かくして、その手のひらを頭の上に置きましょう。まぶた優しく開いて、手のひらを胸の中央に合わせます。両手の指先をハスの花のように開きましょう。目線を両手の中に。それではここでイメージしてください。これから令和の時代、なりたい自分をイメージします。お鼻から息を吸って、そのイメージを両手の中に吐き出し、息を吸いながら両手を空へ持ち上げていきます。願いを届けましょう。目線を空の上、吐きながら両手横に広げて、肘を90度にして、肩を回し下ろしていきます。胸の中央、もう一度両手を花のように開き、目線、手の中、息を吸って、恋愛に向かってやりたいこと、夢を吐き出します。吸いながら両手を空へ持ち上げていきましょう。願いを届けます。吐きながら肘を90度、肩を大きく回し下ろして、両手胸の真ん中に吸って、お鼻から吐いて、優しいお顔で両手を空に持ち上げていきましょう。吐きながら
ていきます。肩甲骨を内側に引き寄せながら腕を前に押し出すようにして、吐きながらその翼を内側に、背中丸くしていきます。目線をへそを吸いながら両手横側を大きく飛んで、もう一度同じ動き、胸開いて吐いてその翼を閉じていきます。飛んでるように両手横から大きく広げて、息を吸って吐きながら背中まーく、吸いながら横を広げて、そのままお尻の後ろに両手をつきましょう。皆さん指先を正面に向けて、手のひらの上に体重をどしっと乗せたら、息を吸いながらお尻を上に引き上げていきます。股関節を前に押し出しましょう。息を吸って吐きながらお尻ゆっくりと落としていきます。深く吸いながら股関節を前に押し出しましょう。もう一度ゆっくりと下ろしていきます。両手を体を手前についてお尻を軽く持ち上げたら、つま先を後ろに向けてくるりと、お尻の皮膚と足の裏を合わせるようにしていきます。両手体を手前について吸いながら胸を斜め上に引き上げて、息を吸って吐きながら両手前に伸ばしていきましょう。両手前に歩かせて、息を吐きながら胸をこの大地に沈めていきます。今日は緑の日と言われています。自然の豊かさに感謝をして、息を吐きながら大地に向かって上半身を深く沈めていきましょう。同時に恥骨を左右にぐーっと広げていきます。そのまま息を吸って、深く吐いて、もう一度そのまま吸って、吐いてお尻深く沈めましょう。それではお顔正面に向けて、吸いながら両手自分の体を引き寄せながら、背中を少し四つん這いの姿勢になっていきます。両手肩関節の下につき、膝を股関節の下に置いて、足のつま先は寝かせていきましょう。息を吸いながらお顔を正面に向けます。肩の端と端を後ろに引いて、首長く息を吸って、吐きながらお尻をかかとの上に乗せていきます。一度チャイルドポーズ、息を吐いて深く息を吸いながら体を起こし、そのまま前にスライドさせていきましょう。腿の付け根を伸ばすようにして、胸を斜め上、同じ動きをいきます。吐いてお尻をかかとの上にチャイルドポーズ、吸いながら同じ動きです。前にスライドしていきましょう。前面の皮膚を伸ばすようにして、最後に大きくお尻をかかとの上に、背中と肩、脇腹気持ちよく伸ばしていきます。もう一度体を起こしていったら、そのまま前にスライドさせて動きを止めましょう。ここから大きく体を動かしていきます。足のつま先を持ち上げて、かかとをももの裏側に、目線を後ろに向けて、右足を左足の外側に置きます。ここから左手に体重を乗せて体を起こしていきましょう。前面の皮膚を空に向かって伸ばしていきます。かかとから吐きながら右手を床へ、大地を下ろし、体を元の位置に戻していきましょう。もう一度両足を伸ばして、左の足のつま先を内側に折りたたみ、右足を外側に置いたら、体を大きく空に伸ばしていきます。吐きながら左手を下ろし、同じ動きいきますよ。右の足をつま先曲げて、左の足の外側に、吸って体を前面大きく伸ばしていきます。息吸って伸びて伸びて伸びて、吐いて体を元の位置に戻し、今度は左の足のつま先を曲げて反対側いきます。伸びて吐いて下ろしていきましょう。4分倍、
足のつま先を寝かせて前の胸を起し吐いて目線を下ろしたら足のつま先を立ててダウンドッグ。両手のひらで大地を押しましょう。腕と背中の伸びを感じて体は心の上に乗っかっています。今日の体の調子、硬いとこを呼吸で伸ばしてあげて、目線、手と手の間、足のつま先で大地をしてそのまま前にスライドさせていきます。足のつま先を寝かせてアップロック、つま先スクロールしてダウンドッグ。目線、手と手の間、両足を前に歩かせていきましょう。目線、斜め前、お尻、かかとの上、息を吸って、吐いて、ウッダーナサ、深く前屈。次の吸気で指先下から上に伸ばしていきますよ。大きく伸びて、ウッダーハスターサナ、今日の空に感謝をしてたダーサナ。続きます、指先下から上、指先遠くを通って足の横、目線斜め前、指先軽く大地に触れておきて吐いて打ったダーサナ。右の足を大きく一歩後ろです。前の膝を曲げて、かかとの上に膝、後ろの足のつま先を外側に向けていきましょう。吸いながら指先下から押して体を起こしていきます。そのまま両手を空に向けて出しよう。吐きながら前の膝90度にしながら両手を最初の同じ動き、肘を横から曲げて伸びます。吐いて吸って伸びて、バドマウォーリアー、強く動き続けますよ。体を温めるように、深くお尻を落として、もう一度吸って、最後吐いて吸って伸び、そのまま体を右に向けていきましょう。両手、肩の高さ、目線正面に向けて、左の指先一つ前に、そのまま体を上半身を下へ倒していきます。左足の外側に左手を置いて、右手空へ向けて伸ばしていきましょう。目線空へ持ち上げるのが難しい方は横正面向けておきます。息を吸いながら右腕高く伸ばしましょう。吐いて肩は柔らかく、トリコナーサナ。それでは伸びている右手のひらを後ろに向けて、背中の後ろへ回していきましょう。指先を左のももの付け根に置いて、吸いながら右の肩を後ろへ、吐いて肩柔らかく、吸って吐いて、吸って、吐きながら目線を大地へ向けていきます。右腕を解放して、左足の横、吸って左足を大きく後ろ、クランク、肩から肩と右手で緩やかな高、お腹が下に行き過ぎないように、上にも行き過ぎないように、真ん中くらい。それでは肘を後ろに引いて、チャトランガ、体大地につきませんよ。このまま足のつま先を前にスクロールして伸びます。アップド、吐いて足のつま先スクロールしてダウンドッグ、吐いてかかと大地に一つ、手のひらでグーッとして自分の体をしっかり支えましょう。呼吸を止めないように、目線、手と手の間、両足前、ジャンプが大きい、目線斜め前、吐いて吸って指先下から上へ伸びます。
吐いて両手続けましょう。吸って指先下から上、吐いて空気を押し下げるようにして足の横、目線斜め前、吸って吐いて打ったな。左足大きく一歩後ろ、前の足を支点先下から上にすくい上げていきましょう。吐きながら前の膝曲げながら両手も横から下に、吸って伸びます。吐いて吸って吐いて吸って、あと2回いきましょう。吐いて肩しっかり回しもらいますよ。吐いて下ろす、吸って伸びて、そのまま体を左へ向けていきましょう。目線を正面に向けて、右の指先一つ前に、そのまま上体を横にして下ろしていきますよ。右足の横に右手、吸いながら左揺れ高く持ち上げて、目線を空に、猫の朝の目線空、難しい方は横もしくは立ち、腰深くからツイストさせていきます。胸左右に広げて、上の手のひら後ろに向けて、背中の後ろに回します。いける方は指先ももの付け根まで絡めていきます。吸いながら左の肩上、後ろに呼吸、吸って吐いて、もう一度吸って、最後に吐いて目線を床へ戻し、左手を右足の横、吸って右足後ろ、トラン、吐いて肘を後ろに引いて、チャットランガー、体大地につきませんよ。足のつま先で体を起こしましょう。アップドッグ、吐いてダウンドッグ、両手のひらで大地をぐーっと押していきます。体と大地がつながりやすいダウンドッグ、奥歯のかみしめを緩めて呼吸を続けましょう。ももの伸び、ふぐらはぎの伸びも感じていきます。目線、手と手の間、両足前にジャンプパワーを振る、膝の裏を伸ばして目線斜め前、アルダウンダウン、吐いてお顔膝へ近づけていきましょう。息しっかり吐いて、次の吸い切り先下から上に引き上げていきます。伸びて伸びて、両手合掌して、お顔の中央から胸、吸って指先下から上、吐いて両手を上から下に下ろしていきます。目線斜め前、背中伸ばしましょう。吐いてお顔を膝に、右足大きく一歩後ろへ引いていきます。前の膝を曲げて、お尻を一つ下に、吸って指先下から上に引き上げていきましょう。前の膝曲げたまま、では人差し指と親指を合わせて、それ以外の指を絡めていきます。両手肩甲骨の間、目線斜め上、吸って伸びましょう。お尻一つ下、では両手を横に広げて、体を右側へ、右手のひらをももの後ろに置いて、吸って左足、左手を後ろに運ばせていきます。左手は左手を肘の上に置いて、右手耳の横、そのまま両手を胸の中央で合掌していきます。そのまま上体を 正面に向けていきましょう。このまま右肘、左膝の外側に置いて、吸いながら肘で膝を内側に押しながら、目線を左に向けていきます。
次にその両手を横へ広げていきますよ。右の指先を大地を置いて左手を高く持ち上げていきます。強く強く深くツイスト。で目線を大地へ戻し、両手を左足の横へ置きましょう。左足後ろ、プランク、スタートランド、振ってアップドッグ、吐いてダウンドッグ、お尻を斜め後ろに両手を押して振って吐いて吸って吐いて、目線手と手の間、両足前に、目線斜め前に振って吐いて、ウッターナーサナー、首の裏側の力を抜きます。吸いながら指先下から上に引き上げ、体を伸ばし、ウッパッションして胸を続けます。下から指先を大きく伸ばしていきましょう。吐きながら指先上から下足の横、目線持ち上げ、吸って吐いて下ろします。左足を後ろ、前の膝を曲げて、吸って指先下から押して、膝曲げたまま起き上がっていきます。体を起こしたら両手を合掌、このようにして結構肩甲骨の間に下ろしましょう。吸って両手を伸ばします。目線斜め上、強く呼吸吐いて、吸って両手を肩の高さまで下ろし、体を左に向けましょう。リバースウォーリアー、手のひらを正面に向けて伸びていきます。後ろに、では肘を膝の上に置いて、左手に耳の横を伸ばしましょう。体側体をそのまま両手を胸の中央で合掌して、上半身を正面に向けて、左肘で右の膝を外側から内側に押しながら目線に向けていきましょう。ここから両手を広げていきます。深くねじって、吸って吐いて、吸って吐いて、目線を大地下ろし、両手右足の横、右足後ろ、プランク、スタートランガー、アップドッグ、ダウンドッグ、吸って吐いて、次の吐く息で両膝をマットへ下ろし、お尻をかかとの上、おでこの下で両手を重ね合わせて、その上におでこを乗せていきましょう。呼吸を整えます。持ち上げて、四つん這いの姿勢になりましょう。両手、肩関節の下、膝、股関節の下、目線正面に向けて、肩を後ろに引いて首長く吐いて、目線を下に下ろし、背中高く持ち上げて、膝を持ち上げ、吐いて、お尻を斜め後ろ、両手でマットをして、吐いて、目線手と手の間、両足前に歩かせていきます。吸って背中を伸ばして、吐いて、お尻高く持ち上げて、次の吸い息、指先
下から大きく伸びていきましょう。伸びて伸びて。そのまま背中の後ろで両手を組み、肩甲骨を内側に引き寄せながら胸高く揃え、吐いてお尻を後ろにして、お腹と前もも合わせながら上半身を下へ下ろし、両腕頭の向こう側にコロンと転がして、肩の可動域広げていきましょう。膝深く曲げてお腹前もも合わせます。それでは両手を背中の後ろへ一度置き、目線を斜め前に、両手足の横に置いて、両足大きく一歩後ろ、プランク。いて。